ご機嫌いかがでしょうか。吉田幸男です。今日のソロピアノはですね、クラシックギターの有名な曲、誰かという人の作りましたアルハンブラの思い出という、アルハンブラ宮殿の思い出ですね。今はまあなんていうの、廃墟というとおかしいですが、遺跡になっているんですかね。そのアルハンブラ宮殿の、噴水をイメージして作曲されたと聞いています。アルハンブラの思い出をピアノでやってみたいと思います。